はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、こちらでございますね、はい、ポケモンのモンスターコレクションってやつはですね、3つ買いましたね、全部ですね、ピカチュウです。はい、ピカチュウ、今回の動画はピカチュウ祭りっぽくするそうだね、ピカチュウ祭りですね、はい、でこちらがガシャ、ポケモンセンターメガ東京のピカチュウコレクションフィギュア。そうそうそう、これは、ポケモンセンターの東京ベイに置いてあったので2回やってきましたね、はいはい、それと、デスク周りお助けピカチュウってやつ、このガチャも1回やってきました、全部で6個あんだな、ピカチュウはね、はい、かわいいんだよピカチュウが、ピーカーピーカーって言ってね、かわいいから、ちょっと一つずつじゃあ開けていきましょうか、はい、どれからいこうか、これモンスターコレクションからいきますか、はい、はい、じゃあ開けていきましょう、よいしょ、はい、よいしょ、じゃあ取れるかな、よいしょ、バレン、ああ取れた、おーおー、かわいい、この耳がさ、こっち上上がってて、こっちが垂れてるところがかわいいね、あ、すごいかわいい、あとさ、尻尾が超あグニャグニャっと、ナイスパーツ、ああそうですか、超グニャグニャだ、だだだ、ほんとだ、かわいい、ピカチュウ100万ボルトね、まあでもこれは可愛い時のピカチュウだね、これがバトルだね、そうだね、じゃあこっちも開けてみようか、はい、はい、よし、じゃあ取ってください、おお、あ、こちらがピカチュウのバトルポーズだね、あ、かわいいな、これ尻尾でこう、こっち向けてんだね、あーね、かわいい、まあね、よくできてんね、この尻尾がさ、電流が流れてさ、バチッってさ、敵に当たるの、そうだね、じゃあ最後は、サトシの帽子バージョン、そうだね、これもう開けますか、はい、はい、おお、あー、これもまた超かわいい、これ、帽子をさ、上にちょっと上げたいんだよ、そっか、3つ並べると、あー、かわいいね、ピカチュウかわいいパパ、最近ピカチュウハマってるからさ、うわ、上もすごい茶色だ、上、え、上って、上茶色の線が入ってる、あー、背中ね、うん、背中、じゃあ次はガチャ開けていきましょうか、まずはこのデスク周りお助けピカチュウフィギュアコレクション、これ開けていきますね、はい、ラインナップはこのような感じになってますね、どれもかわいいね、それで今回出たのはこちら、メモスタンド、メモスタンド、これ、うん、背中のここに挟めるみたいで、せっかくだからこのラインナップ表を挟んでみようか、はい、あ、こうなんだね、ああ倒れちゃった、倒れた思いっと倒れるんだな、そうだね、かわでもかわいいな、うん、いいじゃん、うん、あ、こんな感じだね、うん、あ、いいね、けなげ、いいな、うん、これさ、大きさ同じじゃない、そうだね、なんか大きさ近いね、うん、よしよしよし、じゃあ次はこちらの、ポケモンセンターメガ東京のピカチュウコレクションフィギュア、これ開けていきましょうか、よいしょ、こちらがラインナップですね、なんかリザードンのぬいぐるみをこうかぶってるっていう感じかな、うん、うん、それで今回出たのは、あ、これちっちゃいね、このピカチュウね、パパが出たのはこのオーソドックスなピカチュウだね、おお、リザードンの羽、ちゃんと後ろね、リザードンになってるね、羽出てて、尻尾の先火が出てるでしょ、うん、リザードンになってる、うん、かわいい、これも、うん、ステージがついてて特に刺すとこなくてこのまま置くんだね、うん、なるほど、うん、はい、エンシング出たのこちらですね、うん、風船で空飛んでんだよねこれ、うん、で、で、なんとほら自由自在に飛んでるから、あ、動かせんのね、こうやって曲がって飛んだり、うん、こっちにも曲がって飛んだり、ちょっと上向いて上昇してる感じもできるんだ、うん、だんだん上がっていってる感じとか下に下がってる感じとかもできるよ、できるね、うん、あ、いいね、うん、はい、ということで今回はポケモンの、ピカチュウのガチャを3回、うん、それとモンスターコレクション3つ買ってみましたね、はい、やっぱ可愛いねピカチュウね、うん、超可愛い、うんうん、超絶可愛い、そうだね、最近ね、映画もポケモンの映画もちょこちょこ見ててね、うんうん、より可愛さが分かってきたって感じだね、うん、もう3本見てる、3本映画見たね、うん、DVD 借りてきてみましたね、うん、はい、それで前紹介したこのアルファサファイア、これも順調に進んでるね、うん、バシャオもメガ進化するようになったしね、うんうん、あとラティアスとかも、そう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 、ラティアスゲットしたのね、そうだね、しかもメガラティアスとかもうメガ進化系出てきちゃった、ね、出てきたね、うんうん、まあもうちょっとでクリアかな、わかんないけど、うん、どんだけあるのかわかんないけどね、うん、はい、ということで今回は以上でございます、バイバイ。